どこまでも進化する 82kg 級最強の座争奪戦、そこに出現した最新系の王者、まだグレードアップの真っ最中。それでも17年、こちらは17年最先端を求め戦い抜いてきた挑戦者、ドラゴンキッド。このブレイブゲートの、いやドラゴンゲートの歴史の証人に言わせれば、彼でもまだ甘い。そう立ちはだかる価値の青コーナーチャレンジャー、俺たちベテラン軍、162センチ、70キロ、ドラゴンキッド。神のこの一瞬にかけて勝つドラゴンキッド。オブだと思いますけどね、あとは差は若さが勝るのか、キャリアが勝るのかっていうところ、もらってくると展開をどう読むのか、現象状態にあるのか、ドラゴン。これより衝撃度が今増したので、そうですね。最先端は、よし、バンドごとの攻撃を食らってしまったか。
試合だと、はい、どうしてもこう、その試合に読めないお客さんの味のチップとか、意外と難しいんです。見られてるような、そういう意識で、この試合の組み立て時間が、やっぱりお客さんを乗せて、なんぼっていうところで、プレッシャーでやるじゃないですか。そうですね。さらにスタースは場外へ。まさかの。絶対にキックを持つことができないですからね。持ち場に持たないか。はい。だってもうすぐピンチになりますからね。
どのファイターもとにかく突き刺さるように刺さいと力はそれほどないんですけどピンポイントに自分が入るんです、めちゃめちゃ効くんです。風を吹かせ、神風を吹かせ、メイディンジャパン。